こんばんお化け、ミステリー案内人です。皆さんは幽霊を見たことがありますか？幽霊？私は見たことがないわ。幽霊の中にはたちの悪いものがいるらしいですね。どんな幽霊なのか早速見てみましょう。僕の名前は竹内ポエム。自分が誰かにアドバイスをする権利をもらえるのだとすれば、それは何かに取り憑かれたり、付きまとわれたりしたら、シャレにならないということだ。そして、一度や二度のお祓いをすれば、どうにかなるわけではないことも知っておいてほしい。事実、僕は2年半もその恐怖に苦しみ続けた。それに、一応五体満足で生活はできているけれど、本当に終わったのかと問われると定かじゃないんだ。始まりは23歳の時、社会人になったばかりの頃だ。従業員はあまり多くない会社でね、同期の奴らと仲良くなるまでに時間はそうかからなかった。1円玉って作るのに2円の経費がかかるんだって。そうなの？赤字じゃん。中でも物知りでいろんな人とつながりのあるナルトとは自然と気が合い、プライベートでもよく遊ぶ仲だった。そんな時に聞いたのが、よくある幽霊が現れる儀式の話でね。でもどうせガセだよね。まあな。詳しくは話せないけれど、初めて聞く方法だったよ。それから数日が経った頃。ふぅ、ただいまっと。今となっては理解できないんだけど、ふと目に入った鏡を使って僕はその儀式をやってしまった。本当に何も考えずに無心でね。まあ来るわけないよな。でもね、鏡から目を離し再び部屋に目をやると、部屋の真ん中にはいなかったはずの女が立っていたんだ。死に装束を着た何かはまるでずっと路上で生活している犬のように、髪はボサボサで伸びきっているし、その隙間から見える顔にはお札のようなものが何枚もまばらに貼り付けられていた。そんな異様な光景に僕は声一つ出すことができなくなっていた。とにかくこの部屋から出なければ、そう思い勇気を振り絞って廊下を下がり始めた。すると、そいつは先ほどよりも大きく体を揺らし、うめき声のようなものを上げ始めたんだ。こうして僕は無我夢中で部屋を飛び出した。その後は人が集まる場所にいたくてファミレスの中で時間を過ごし、気づけば朝を迎えていたよ。鍵は開けっぱなしだったし、仕事の道具もすべて置いてきた僕は冷静を装いつつ再び部屋に戻ったんだ。恐る恐る部屋に入ったけれど、昨日いた何かはどこにもいなくなっていた。よかった。もしかしたら夢だったのかも。でもね、現実は甘くなかったんだ。なんだこの匂い、くっせえ。部屋には嗅いだこともない強烈な異臭が充満していた。まともに呼吸もできない状況に、急いで換気をしようとカーテンを開けると、なんだよこれ。昨日あいつがいた場所にはヘドロのような泥がたくさん残っていたんだ。都合のいい妄想をぶち壊すには十分すぎるほどの証拠となったよ。でもなぜだろうね。まあもう出たんならしょうがないか。この時はまだ出ただけだということもあったからだと思う。妙に冷静に割り切った僕は泥をきれいに掃除してシャワーも浴びていつも通りに出社したのさ。ナルト、あの儀式は本当だったよ。はあ？本当に出たんだよ。あのかがむような体勢で鏡から覗き込むやつだよ。昼休み、僕はナルトを捕まえて昨日起きたことを詳しく説明した。結局、あいつは半信半疑の様子だったからね。仕事終わりに無理やり家に連れて行くことにしたんだ。おい、マジか。
だから言ってるだろ、マジなんだってば。部屋を開けると今朝嗅いだあの悪臭が襲ってきた。それも掃除したはずなのに。窓はずっと換気しているのに、その匂いはむしろ強くなっていたよ。なあ、何かがまた出てきたらどうすればいい？わかった。俺もそっちに詳しい知り合いたちに当たってみるから、お前はとりあえずお払いにでも行ってこい。うん、頼んだよ。こうしてその日はカプセルホテルに泊まり、翌日明るくなるとすぐに都内の寺や神社へと足を運んだんだ。幽霊？いやー、専門じゃないからね。それにさ、疲れてるだけでしょ、どうせ。そんな。とはいえ、都内で有名な寺や神社にも当たったけれど、結果はこのありさま。のんきなことを言われ続け、いい加減しびれを聞かせた僕は、ここにいても仕方がないと思い、実家へ戻ることにしたよ。目的は、母方の祖父母が昔からずっとお世話になっている獅子王先生という二層だった。その宗派は学校の教科書にも載っているほど信頼性が高くてね。何度かうちの両親もお世話になっていて、力のある先生だということは分かっていたんだ。次は骸骨町、骸骨町。やっと近くまで着いた。実家は田舎で人気がほとんどない。ひょっとしたらこの間に何かが現れるかもしれないと考え始めた。そんな時だったよ。いっちゃ、急に首の付け根あたりが火傷を負った時のようにヒリヒリと痛み始めた。僕は原因不明の痛みに怖くなって家まで全速力で走って帰ったんだ。ただいま、父さん、母さん。おお。あら、ちょうどさっき獅子王先生から電話が来てね。あんたがおかしなことに巻き込まれてるから様子を見てこいって言われたばかりなの。あんたなんか悪さしたのかい？悪さって別に何もしてないよ。それより獅子王先生に会いたいんだけど。3週間後にあんたに会いに家まで来るって言ってたわよ。あんた何よその首回り。え？慌てる母を落ち着かせながら鏡で首周りを確認すると、そこには縄か何かで締め付けられたかのような赤い線がくっきりと出てきていたんだ。あんたまさか。違うよ、そんなことしてないから。じゃあその傷はどうしたんだ？あれからずっと何かは僕につきまとっている。大変なことが起きているとこの時ようやく理解したよ。それも首の傷は時間が経つごとに悪化していった。実家に帰って3日が経つ頃には赤い線に沿って産みの溜まったニキビのようなものが大量にできていたんだ。ああ、かゆい。その気分はどうしようもないほど最悪なものだったよ。ん？ああ、ナルトだ。ひょっとしたら解決策が見つかったのかもしれない。もしもし。おう、大丈夫か？大丈夫じゃねえよ。もう限界だよ。やっぱりか。実は友達の知り合いに一人霊感の強い人間がいてな。おう。うん、お願いするよ。ナルトが言うには、霊能力者を職業とする知人が一人だけいるらしく、話をしたところ協力してもいいと言ってくれたらしい。50万円ほど払うのならば、明日にでも家まで行き、そこでお払いをしてくれる、という話だった。正直、貯金を合わせても足りなかったけれど、そんなのは生きていればどうにでもなると思い、即OKしたんだ。ふぅ、ポエム君、いよいよお払いしてもらえるんだね。50万円はお高いわね。本物の霊能力者だといいんだけど。さて、この物語はまだまだ続きますよ。果たして幽霊を払えるのか。翌日昼過ぎに訪れてきたのはナルトとチンピラ風の30代の男だった。はじめまして、森です。君の話はナルト君から聞いたよ。それにしても想像よりも厄介なことになってそうだね。はあ、
礼ですが、あなたはどういった経緯で家に？いいですか？一つだけはっきりしていますが、こんなにひどい症状は初めて見ました。素人ではできることは何もありません。息子は危ないんですか？危ないなんて、やれやれ、ほぼ間違いなくそう遠くないうちに彼は連れて行かれますよ。でもあなたにならお願いできるということですか？それはもう。ただね、こっちも慈善活動じゃない、それに危険もあるからね。200万円はもらわないと協力できませんね。200万円、やけに高いですね。無理ならいいですよ、他の住職にでも頼んでみればよろしい。まあなんとなく察しはついているでしょう。200万円は事前に聞かされていた金額の4倍。だが結局森以外に頼れる人間はいない。僕たちはしぶしぶ彼に任せることにしたんだ。すまん。ではポエム君のお祓いを始めます。ああ、それからご両親は一度家から出て行ってください。もしかしたら霊があなたたちの方に逃げていきかねないですからね。わかりました。こうして部屋に二人だけになると、森はろうそくとお札を用意し始めた。さらに乱暴に日本酒を杯に注ぎながら僕に対して、布団に横たわり目を閉じていろと指示してきたよ。言う通りに横になり目を閉じると、森はお経のようなものを唱え始めた。僕は半信半疑だったけれど、とにかくすがる思いで森が唱えるお経を心の中で反復し続けていた。でもね、しばらく経つとスムーズに流れていたお経が途切れ始め、首にはあのヒリヒリとした痛みが襲ってきたんだ。痛みはどんどん強くなる一方で、ついに我慢しきれずに声を漏らしてしまった。その瞬間、ボソボソと唱え続けていた森のお経の声が完全に止んだ。終わったのか？とはいえ、それなら声をかけてくるはず。それに嫌でも気づいてしまうほど部屋の空気は重くなっていた。このまま待っていても仕方がない。こうして僕は恐る恐る目を開けたんだ。すると、目の前の光景は、下を向いて口からよだれを垂れ流している森と、その顔を覗き込みながらボソボソと話す何かだった。森はかすかに笑っているが、焦点の合わない目からは涙が流れ続けていたよ。僕はその状況が飲み込めず、ただ呆然としていた。すると不意に何かが僕の方に体勢を変えようとしたんだ。やばい。とっさに僕は目を閉じて布団をかぶり、森が唱えていたお経を見よう見まねで唱え始めた。すると森の悲鳴と階段を駆け下りていく音が部屋に響き渡った。あの男は正気に戻り逃げてしまったんだ。とはいえ、彼には本当に悪いことをした。もう取り返しがつかないけどね。そしてその声はすでに布団の中から聞こえているのではないかと錯覚するほどに近い場所から聞こえていたんだ。この時、人生で初めて死を覚悟したよ。大丈夫か？ポエム。父さん、母さん。諦めかけたその瞬間だったよ。両親が部屋に入ってきてくれたのは、恐る恐る目を開けると、そこにはもう何かはいなくなっていたんだ。
あいつに連れて行かれる。助けて、父さん、母さん。大丈夫、お父さんたちに任せておけ。こうして僕は何十年ぶりに父におんぶされる格好で車に乗せられた。大丈夫よ、もう大丈夫。そして何度も何度も母に頭を撫でられ、久しぶりに僕は深い眠りについたんだ。着いたぞ。おい、ポエム、起きろ。ここって獅子王先生のお寺？そうよ、あなた一日半も眠り続けていたのよ。後に分かったことだけれど、あのチンピラの中途半端なお祓いのせいで状況が一気に悪くなっていたらしい。そのことを悟った獅子王先生が家の前で待機していた両親に対して、できるだけ早く僕をここに連れてくるように指示していたんだ。ポエムちゃん、久しぶりね。大変だったでしょ？はい。獅子王先生、息子をよろしくお願いします。じゃあね、ポエムちゃんだけこちらの部屋でね。他の人たちは隣の部屋で休んでいてください。いいというまで絶対に入ってこないでくださいね。こうして何かと獅子王先生の直接対決が始まる。キューレと先生との対決、一体どうなるんだろう。それにしても黒猫の部屋にしては長い動画だったわね。バックしてたらいい感じにツルツルお肌になったんだけど。いやー、出ちゃう、お化けだー。ちょっともう、私をお化け呼ばわりするなんて失礼ね。この動画面白かったらいいねやコメントしてね。さて、続きは次回の動画でお会いしましょう。バイバイチーン。